キンプリファン激怒。平野仕様からメグロハスへの交代は衝撃的。ジュレーム新 CM での起用にファンからは、照準忘れんな、の声も。キング・アンドプスの平野仕様がイメージキャラクターを務めるジュレームに関する新たな騒動が勃発。メグロハスの起用にキンプリファンが激怒し、ネット上で論争が繰り広げられる。 人気アイドルグループであるキング・アンドピスの平野市用が、後世のヘアケアブランド、ジュレームのイメージキャラクターとして起用されていたが、彼に代わってメグロハスが新テレビ CM に出演することが発表され、多くのファンから非難の声が上がっている。しかし、実際のところ、二人の起用は異なる商品のシリーズであり、平野の起用は継続されることが明らかになった。 メグロが出演する新 CM は深夜ラジオ編として2月2日から放送開始される予定だ。メグロは深夜ラジオのパーソナリティに噴し夜です。髪のうねりケアの時間です。と知るキーボイスで視聴者を魅了する内容となっている。メグロは気持ちよく1日を始められることに僕自身すごく憧れがあったので、これからじゃんじゃん。 ジュレイムリラックスを使ってヘアケアしていきたいと思いますとコメントしている。しかし、メグロの起用により、平野のファンからは失望の声が相次いだ。平野は昨年2月からジュレイム IP シリーズのイメージキャラクターを務めており、メグロの起用によって彼の CM 出演が終了するのではないかとの懸念が広がったのだ。ネット上では、潮君の広告、もう見られないのか。 脱退へ向けてこうしてどんどん契約が終了していくんだろうなといった声が見受けられた。しかし、報道によれば、平野は、ジュレイム IP シリーズのイメージキャラクターとして起用が継続されるという。後世側も平野のファンの安心を伝えるために、そのことを明確に述べたという。一方で、メグロの起用に対して、金プリファンが激怒している様子も見受けられた。 一部のスノーマンファンは SNSA で激怒コメントを投稿し、なんで目黒に変える必要があるの目黒になるなら買わないといった意見を述べている。これに対して一部のスノーマンファンは松本潤の名前を挙げて反論し、平野から始まったんじゃなくて、潤先輩からだからね、潤先輩からの流れ、忘れんな。とコメントした。 一部のファンの反発により、ジュレームの CM 起用問題は紛糾している状態だ。ただし、平野のファンは後世の取材により、彼の起用が継続されることが確認されたことで安堵しているようだ。さらに、最近の平野については、韓国で目撃情報が広まり、ファンの間で騒動が起きていた。平野は5月22日にキング・アンドブソ脱退し、 ジャニーズ事務所からも退場する予定であり、その後の活動については明らかにされていない。しかし、韓国入りはレギュラー番組のロケのためであり、彼が韓国での活動を行うかどうかはまだ不明だ。一部のファンは、このような報道と目撃情報を受けて不安を抱いているが、実際のところは明確にされていない。平野や金プリのファンの間では、 情報に過剰反応する傾向が見られるが、今回のジュレームの騒動もその一例である。キング・アンドプスの平野仕様とメグロハスのファンたちの間で起きている騒動は、彼らがグループを脱退するまで続きそうだ。今後の動向に注目が集まることは間違いない。